皆さんこんこにちはマママです今回は令和元年度後期保育士試験造形の課題をやってみたいと思います。この動画は、えー、私マママが実際に試験を受けているように撮影し映像を見ながらお話しさせていただくといった形で進んでまいります。 えっとですね、この例は元年度後期の造形試験なんですが、えー、私が実際に受けた試験でしてえ無事に合格いただいたという試験でございますでそれで今回はその時に描いた絵の再現でそれに加えて描き上がっていく様子の再現もしようと思い試験課題に挑ませていただきます、えっと、なので今回は絵の描き方よりも 試験当日のことについてもよりお話できたらなと思いますのでど何卒最後までご視聴いただければと思いますはいそれでは試験課題、えー、と動画の時間配分についてお話しします大まかに分けて5つに分けています1、えー、問題を読み絵の構図を練る5分2下書きをする10分3 ペン入れをする10分4色塗りをする15分でこれらの4つ40分で書き上げることを目標にしています。それで最後5つ目見直しとして5分実際の試験時間と同じ45分で終了となります。 でその後、少し、えー、動画の最後ですね、書いてみての感想と、えその時、取った点数、実際の点数をお話しさせていただきます。では、試験課題を見ていきます。私の場合、事例、条件のキーワードを5 W 1 h に沿って拾っていきます。どこででは、H 保育所の保育室内。 誰がでは H 保育所の5歳児クラスの子どもたち3人以上と保育士1名以上何をしているかというと好きな動物ををテーマにしした年度遊びをしていますどのようにその年度遊びをしているかというと子どもたちは楽しそうに保育士はその姿を支援していると書いてあります。 なぜについてですがこれ記載がないようなので、まあ、特に気にすることはないかなと思うんですけれども保育所保育指針を考えると素材に親しむや工夫して遊ぶ作ったりすることを楽しむなどが書かれているかと思うのでその辺りを意識するとイメージしやすいかなとも思います保育士としては事例で支援と書いてありますので まあ子供の表現しようとするる意識を受け止めるまあそれを実現させてあげようとする姿を絵に載せられたらまあとても素敵なのかなと思いますいつに関しましてもこれも深く考えず書いてありませんので昼頃あの設定して絵を描いていったつもりでございます画面では絵のラフ画を描いています問題を読みながら 絵の構図や全体的な雰囲気をつかむために大まかな絵を描いています試験当日も実際に問題用紙などあの適当な余白にざーっと絵を描いてまあ、イメージを膨らませるようにしました今回出来上がったラフ画はこちらです本当にざっくりですペンを動かしながらの方が頭も働くまあ、そんなような気がします 最初は問題を読むのでだいたい試験が始まってから2分ぐらい3分ぐらい経ってからこういったラフ画というものを描くようにしていましたこの時点で絵の構図をしっかり決めてしまうことで回答用紙に書き込んでいる際に消しゴムで消す時間や迷っている時間を少なくすることができるかと思います色鉛筆を使っているので 途中かかから絵の構図を変更すすることとはなかなか難しいと思い思ますラフ画の工程はもしかしたら試験時間45分の中で最も重要な部分その一つかもしれませんそれでは、えー、試験開始から5分経ちましたので下書きに移りたいと思います今あの題色を持ちましたが実際の試験では 薄橙色をを使って下書きししました薄橙で描くとなかなか見えづらいので橙色でなるべく濃く描くようにしたつもりでございます先ほどのラフ画では大雑把にざっくり絵を描きましたがこの下書きではできるだけ細かく線を入れていきました下書きでしっかり書き込んでいければ この後のペン入れや色塗りはこの線に従って引いて色を塗っていけば良いということになりますラフ画の時お話ししましたが迷っってていいる時間がでできてしまうと非常にもったいないですそのためにも下書きでしっかりと線を引いていこうと思ってやっていきましたはいここで使っている色鉛筆をご紹介いたします 株式会社とんぼ鉛筆様の CBNQ の36色ですこちらから12色薄橙、い木黄緑水桃橙、緑赤青紫茶黒を使わせていただいております、まあ、こちらの商品いろいろなお店でお見かけする色鉛筆かと思います 実際試験でもまあ36色であったり24色をまあお持ちになっている方々がまあとても多く見られたのではないかなと思います試験で使おうと思った理由としてはもうこれはもう何年も前、まあ、もしかしたら十何年も前から使っているものなんですけれど使い慣れているものが一番いいかなという考えからですもちろん綺麗な色で塗ることができますので 他の色鉛筆を使ううとということは考えなかったです、まあ、ただあの前の動画でも言ったんですけれど、まあ、使う色鉛筆を12色にしましたで会場に持ち込んだのもあの12色だけでした本当ギリギリで持っていってもし何かあったらっ今思うとすごいゾッとするところなのであの多めに色鉛筆は持っていった方が良いかと思います、まあ、12色だけ12本だけを の机の上に置かれている他のま受験者様は、あの私はあの確認することができませんでした。少しずつあの下書きが入ってきたかなとは思うんですけど、ラフ画をしつつ、あの絵の構図を考えるとまあ、先ほどお話ししたんですけれど、実際まあ、この構図はもう試験の前からま決めていた構図の一つです。まあ,ある程度。 室内パターンがあるかと思います保育室内であったりあのホールであったり保育室外であったりあるいは遠足であったり、まあ、そんな中で私がその決めていたものの一つとして、まあ、もし保育室内で何かテーブルの上で作業しているそういった類の出題であればあの形にしようっていうのはもう決め事の一つでした。数ある構図 の中なぜこれを選んだかというと自分がいろいろな角度で形で絵を描いていく中で、まあ、この形が一番きれいに描けてるんじゃないかなと思ったからです。まあ、どの形がその得点が上がりやすいとか減点されにくいとかというのはわからないかなと思うので、まあ、ならまあ自分の一番描きやすいもの。 書きたい角度まあ書きたい構図で書くのが一番いいかなというところでこれにいたしました、まあ、ただあの試験にあたりまして保育室内だったらこうする、まあ、ホールだったらこうする園庭、まあ、だったらこうするなどそういったの保育風景のパターンというのはいくつかやっぱり持っていた方が良いと思いますその中で繰り返しになりますがパターンに対する構図はもういくつも いいいくつもある必要はななのかなと思います。それぞれの構図をしっかり書き上げるようにして例えばその構図同士を組み合わせる応用なんかをしていった方が良いのかなと思いますではここからはあの下書きの様子を見ていきたいと思いますそうですねだいぶ 形が見えてきたのかなと思います、まあ、今回そのテーブルを机を囲んでいるという構図にしてますなのでそのこう人物を描くときその足元がテーブルで隠れてしまうんですよねそうなななるとなんとんくこう まあそのまあ、子供であったりその保育士さんの,その体のイメージがつきにくい部分ではあるんですけれどこういう時だからこそ,その代々薄代々でその下書きするっていうのが非常に役になってくるのかなと思いますもう薄橙々であれば体ごと全部書いてしまって全然大丈夫かと思います まあその上からしっかりとあの色を塗り重ねていけばその部分もしあのほとんど消えてしまうのでそう,ですねそういったところを踏まえてその見えてないところまで描いてしまうっていうのもその良い絵が描けるポイントの一つになるのではないかなと思います今保育室内の,あのまあ引き出しというか押し 収納ボックスのようなものを書いてるんですけどやっぱりあれですねあの今までその動画投稿させていただいた動画の絵に比べるとやっぱりあの背景で書いてるものの数が少ないですね <laughs> でも実際たぶんあのこんな感じで書いたと思うんですねやはり時間配分を踏まえて考えるとなるべくその人物をしっかり書いて背景はほどほどにして 時間に余裕を持たせてその絵を完成させたいところですねそうなるとやはり背景描きすぎないという点でかといって少なすぎるのもどこなのかが分からなくなってしまうのでパターンや構図を練るときに一緒に考えていきたいところの一つですね。 はいえー、っと鉛筆を持ち替えたのでペン入れに入っていきますペン入れは茶色で書いていきますここまで開始12分40秒少々 予定としては下書き10分だったのでなかなか良いペースではないかなと思いますペン入れでは下書きで細かく書いた線をしっかりとなぞっていきますと手前側の男の子を書いています 今回、えー、人物は男の子が2人女の子1人と女性の保育士さん1人という構成ですでテーブルの奥側にと子供が2人手前側に1人なので、まあ、子供4人帰いた方がいいのかなとも思ったんですけど、まあ、でも そうですね時間のこととか考えて3人にしましただいぶ描き上がってきましたこういった構図にするともう決めていたのであのこういう椅子に座った後ろ姿とかも何度も描いてみたりしていろいろ試しながらやっていたのを思い出します。 そうですね。粘土版を忘れないように。粘土の時はですね。どこの子が終わったので、えっ、ー、と、左奥の、えー、女の子を書いています。まあ、問題には、えっ、ー、と、事例にはあの、5歳児クラスの 子どもたちと書いてあったので比較的に大きい子たちを書くというところなんですけどこの絵に関してはちょっと大きく見える大きすぎたかなというような感じになってしまったかなと思います。 そうですね、えっと作業をしてる何か作ったりしてる時の絵はしっかりとこの手先の方まで描いておきたいところですねまあそうなるとそうですねもう少し大きめにいろいろと描いてもよかったのかなと思いますそっちの方が描きやすい のは確かかなと思います女の子が書き終わったので右奥の男の子を書いています。 そうですね男の子も含めての先まではしっかりかけたんじゃないかなかけたというか書いたつもりでいます。 男の子が終わったので、えっと、右右奥一番右奥の、えー、先生保育士さんを書いています。 特に意味はないんですけれど前回前々回とえ書いた保育士さん2人ともあの髪が長かったので短く書いてみましたまあ人物の,その服,服装含め髪型もそうですしもう目とか口とかも もうこれもすべてそうですね、まあ、構図、まあ、パターンとしてもう決めておくっていうのがやはり試験の対策となっていくかと思いますちょっと見にくくて申し訳なかったんですけれども、えっと、下書きの段階でこの 保育士さんなんなですけれど上半身は見えてるんですけどもうこう下半身腰から下が全然見えてない状況なんですけどになるんですけれど、まあ、下書きではもう足の方までしっかりと書いていました。 まあそうすることでやっぱり先ほど少しお話ししたんですけど、まあ、体のバランスとかもしっかり取れるんではないかなと取りやすくなるんではないかなと思います人物が終わりましたので、えっと、背景のペン入れを行っているところですもう人物だけでなく背景物とかも全て、えっと、茶色で ペンを入れています。まあ、黒で。ペンを入れていくと、かすれたり、滲んでしま。滲んでしま。 とに少し見にくくなってしまうのかなっていうところがあるので私は茶色でペンを入れていくようにしました室内を描く条件の時は大体は壁に窓を描くようにしていたのを今でも覚えています。 窓を描いたら、まあ、そうですね窓から見える景色を描くことを忘れずにしていましたまあ全然大したものは描いてなくてその、まあ、なんとなく見えるものが描いてあればという気持ちで描きました 粘土の粘土入れ粘土ボックス粘土の箱書いてますね、まあ、こういった小さな道具とかが増えると まあより何をしているのかが分かるようになるのかなとも思います、まあ。あってもなくてもそこまで何かすごい変わるかっていうとそういうことでもないのかなとも思うんですけれど。 日常の保育風景の中にあるようなものはなるべく描いておきたいなという思いはありました粘土の細かいところを描いていますね。 だいぶ細かいところまでペンが入ってきたのではないでしょうか保育室の床を書いていますまあしっかりとタイルを書く必要はないのかなとは思うんですけれどもこうやって床に線を引くことによって奥行きがしっかり生まれるかなとも思います 他に線を入れ終わったところでペンを持ち替えましたので色塗りに入っていきますここまで23分50秒ほどですのでなかなか良いペースかと思います色塗りに使う色鉛筆は明るい色から暗い方へ薄い色から濃い方へと順に使っていきます それに伴い使ってない色鉛筆は左側から順々に暗い色濃い色と並んでいます大体ですが自分の使う順番に並べてあります色塗りですが塗り進め方として持っている色鉛筆で塗れるところ全てを塗っていきます理由として人を一人ずつ塗るとすると紙の色や 服の色靴の色などを塗ることになりますがその都度色鉛筆を持ち替えていると時間のロスにつながりますなので絵の1か所ずつを塗っていくのではなく先ほども言ったように一つの色で塗れるところを全て塗っていきその色で塗り終わったら色鉛筆を変えていきます極端な話ですが一度使い終わった色鉛筆はもう使わないというのが 理想ではありますがまあ、なかなかそうもいかないので難しいところはではあるのですがまあ、なるべくま持ち帰る回数を減らしていく方が良いのかなと思いますこの方法を私は本番でも取りましたもしよろしければ試してみてくださいそれではしばらく色塗りの様子を見ていきます 現在橙色を使っています壁に貼られている絵を塗っているところですね。が終わってその先ほどお話ししました塗れる箇所を塗っていくので今は保育室内の壁を橙々色で塗っているところです。 壁を塗るときはその塗る方向をそうですねこの場合は縦ということで全て同じ方向で塗っていくときれいに、まあ、塗れるしまった絵になるのではないかなと思います。 今回はそうですね、壁の色はすべて橙々色で、床の色を黄色で塗るようにしました。と、これはテーブルですね、テーブルを塗っています。 テーブルの足を塗って今度は子供たちの椅子を塗っていますねあと茶色に持ち替えてあ奥の 男の子女の子の椅子を書き忘れていたことに気づいたようです。そこも橙で塗っていきます。黄色に持ち替えて手前の男の子のズボンを塗っています。 先ほど少しお話ししたんですけれども服装の色、まあ、服の色も,もうほとんどパターンとして決めておいておきたいところかと思います続いて黄色で床を塗っていますペン入れの時に床に線を引いたかと思うんですけれどもそれに沿って塗っていくと良いかと思います 色鉛筆の色塗りは特にいいかなと思うんですけどやはりあの慣れている方が、ま、描いたら描いた塗ったら塗った分だけ綺麗に塗れていくと思う塗れるようになるかと思いますでそれもやはり少ない時間で塗れるようになるかなと思うので最初練習して最初のうちまたは全然慣れていない時は 色塗りに時間をかかけるとといいうのも一つのもつ手かと思います実際本番でも色塗りにあまり自信がないなと思ったら時間配分なんかを色塗りの時間を増やしてそっちに比重を置くというのもそれぞれえっと考えられる策考えられる手になるのではないかなと思います。 色鉛筆使うのとても上手な方って本当に綺麗に上手に塗るのですごいなあって素晴らしいなーって本当思うところでございますいろんな色を使って塗ったんじゃないかなーって思うようなところでも実は一本で一色で塗っているなんていう話絵も何度か見させていただきましていやー私にはと思い、まあ、このように描けたらなーと思ってあのー 今後ともうまく塗れるようにな、まあ、れたらいいなと思うところではございますと色が、えー、黄緑に変わりました男の子の服の色を塗った後は窓の外の、えー、と葉っぱの草の色を塗っていますね 草の隣に木をきましたそうですね今思うとちょっとおかしなおかしな組み合わせっていうわけでもないんですけど草の隣にいきなり木が来てるのもなんかどうなのかなってふと思いますお続きまして、えっと、水水色ですね この粘土の色を何色で塗るか非常に迷ってその実際本番の時も、まあ、迷って結局水色で塗ることにしました、まあ、茶色で塗るとなちょっと見づらくなりそうだなと思って、まあ、水色の粘土、まあ、近い色の粘土もあるだろうと思って水色で塗ることにしました お部屋にある収納ボックスを塗っていますちょっと細かいですけれど後ろに貼ってある絵の空の部分を水色で塗っていますと女の子の髪留めリボンを塗りました 桃色に色に鉛筆が変わります、まあ、ふと思ったんですけれども実際この本番を迎えた時本番練習している時からえ最近また動画を出させていただいている今に至るまで先生の先生のエプロンは絶対ピンクで塗っているなってふと今思いました。 後ろの張り紙をピンクで塗りましてあと女の子の服も桃色で塗っていきます。 テーブルの線が欠けていたようで茶色で足しましたと赤に変わります女の子にカチューシャつけ,つけてもらいましたって言ったらおかしいんですけど カチューシャってもしかしたら最近あまりないのでしょうかいやそんなことないですよねうんいろいろと重ね塗りをして頬の赤みとかを出したいなっていう理想もあるんですけれどなかなか難しいので、まあ、ほんの少しでもかけたらなと思って。 ちょんちょんと、まあ、点を打つぐらいは赤で書いてみました、えー、と気づいたら36分ということで残り時間10分切ってあと9分少々というところになりました 動画の冒頭でお話しした時間配分としては色塗りは15分ということで、えっと、40分ほど40分で終わるという配分になっております。 あと3分で色塗りは終わるのかはい色は青に変わりました。 この子の服を青で塗り車を絵の車を青で塗りました。 手前の男の子は短パンを履いているということに気づいて塗り足しました。 女の子の髪を塗った後は窓の外の木を。茶色で塗っています。髪の毛の色はまあ滅多なことがない限りは、みんな茶色で塗った塗っていたような記憶があります。 先生の粘土板緑で塗っています忘れてましたえー、とここで開始から40分経ちました時間配分上はここで色塗りを終了だったんですがえっ、ー、とあテーブルの上を塗り忘れているということに気がつきました そうですね真っ白のままではあの全て着彩し,ろしなさいというえ条件にお満たすことができないのでし,しっかりと塗っていきます実際本番ではもう40分の時点ほぼちょうどぐらいで色塗りが終わって残りの5分は見直しの時間とすることができたと記憶しております。 見直しの時間はでもやっぱり大事だと思います。絶対忘れてるところ。私個人的に本当そうなんですけれど、まあ、見直しをして、見直さなかったことなんてほとんどないと思うので、しっかりと見直す時間をして、本当、もったいないミスというものを減らしていきたい。まあ、今後もそうですけどね、いろんな試験を受けるにあたって、 そういったことをなくしていければなと思いますさあテーブルの上を塗り終わりましたかねはいということででは見直しの時間ということにいたしますいや率直に嬉しいです何がと言いますと この保育士試験の造形の動画を出して3本目なんですけれども、初めて見直しの時間を設けることができました。実際、試験当日も、まあ、とにかくここまで書こう。最初で練った構図は絶対書き切ろうと思って書いて、やっとの思いで書いた後っていうのは非常にほっとしたのを覚えております。まあ、そしたらふとなんかこう、 ふっと落ち着いてまあ、見直しに入ることができました試験場所に集合してまずガイダンスというものがあったんですけれどまあ、その後午前中朝の一番で造形の試験がありましたあまり落ち着ける時間がなくあれよあれよと造形の試験開始になったのをなんとなくですがえっと覚えております 焦っていた気持ちもあったかなとは思うんですけれども幸いにもその必死な気持ちがプラスの方向に作用してくれたのかなと思いますあとはそのとにかく終わらせようとう気持ちもある中で丁寧に書こうという気持ちがあったのがとても大きかったかなと思います丁寧に書くというのは普段の練習からも常に考えながら取り組んでいました 絵に関してやはりうまく描けないところも少なからずあったのでならばできることとしてとにかく丁寧に一つ一つ線を入れていくまあ、してや保育の風景ということなので手は抜けないという思いでした実際試験に挑むにあたって、まあ、焦りや緊張さまざ、あ、まなものがあるかと思いますだからこそ、そのの本番のために 本番で合格するためにしっかりと対策をとっていただき楽しい保育風景素敵な保育風景を皆様が描けるよう願っておりますはい動画は、えー、時間44分を回りましたので残り1分です実際この見直しというところでは そうですね基本的には私はの消しゴムは使わないのでこうやって塗り足していくといったところがほとんどだったかなと思います素晴らしい芸術作品というよりはどなたが見ても見やすい作品に近づいていれば良いのではないかと思います44分30秒が回り残り時間があと20秒ほどですね ちょこちょこと塗っておりますはいもうすぐですねとここで、えー、45分がはい経ちました終了です はい、えー、それでは無事に45分で終了いたしました前回前々回より、えー、余裕を持ててほぼほぼ時間配分通りにできたのかなと思いますのでよかったかと思いますでは、えー、こちらの試験結果を発表します、えー、点数は40点でした こちらの試験課題は実際に一度はやったものなので、おそらく本番で書いた絵よりは上手に描けたのではないかと思っています。まあ、ただのどこが40点分で何がマイナス10点なのかはあの明確にあできないんですけれど、えー、絵を採点評価していただければ点数の目安にはなるのかなと思っています。 ただ、あのーまあ、個人的な話、えー、当時40点以上は取れたんじゃないかなと思っていた中で、まあ、40点という結果が返ってきました、まあ、妥当といえば妥当だと思います何かこうここがプラスポイントになったんじゃないか、まあ、あるいはこの辺がマイナスポイントになったのでは、まあ、など思うところありましたらコメント欄にいただければと思います 視聴者様同士でご参考になる意見かなと思いますし私自身も参考とさせていただきます改めまして絵や試験に関してその他動画やチャンネル内容それぞれ問わず皆様からのご感想ご意見ご要望をお待ちしております少しでも試験の参考になりましたら幸いですのでお気軽にコメントを寄せください 以上で今回の動画を終了いたしますチャンネル内容や動画にご興味いただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたよろしければまたお会いしましょう